の声かけられても、はじけてみたいがわからず、話してみたいが通じず、見えないものでも見えたといえば次に進めると勘違いをして、ご機嫌さまにご挨拶、隣の入れ食いナイフに粘着の角度を気にする、これ見よがし、その気に向かって恥じるのはいいけど、はい、ストップ。